はい、それでは発表を始めさせていただきます。PWA の今とこれから iOS での対応状況についてお話しさせていただきます。私は木下幸秀と申します。株式会社 ZOZONEXT のマトリックスという部署に所属しております。マトリックスとは新規事業開発を行う専門の部署です。私は主に Web フロントや iOS アプリの開発を担当しております。昨年は iOSDC において Unity o t ライブ l i b r a r を使った iOS アプリの開発についてお話しさせていただきました。 ZOZONEXT、えー、っていう会社はですね、新規事業の創出、ZOZO 研究所を中心とした RD を行う ZOZO グループの企業となっています。ZOZO、えー、では、ファッション EC である ZOZO タウンやファッションコーディネートアプリの Wear、フルフィルメント支援サービスであるフルフィルメントバイ z o z o などのサービスを提供しています。今年の IOSDC に登壇させていただく ZOZO の仲間たちです。本日この後や明日以降もさまざまな発表をさせていただきます。 ぜひお聞きいただけると幸いです。ということで、じゃあ発表の本題に入っていきたいと思います。今回の発表のターゲットについてお話しいたします。メインのターゲットとなるのは、PWA の入門レベルの方です。PWA のメリットから具体的な実装方法まで一通りお話しします。また、PWA の導入を検討されている方についても、詳細な機能などについて言及しますので、お役に立てると幸いです。 本日の発表内容になります PWA とはから始まり PWA が発展してきた歴史についてお話しいたしますそして PWA を特徴づける機能オフライン対応ホーム画面に追加プッシュ通知などについてお話しします次に iOS における対応状況をお話ししますその後 PWA の成果事例をお話しした上で PWA のこれから活用方法についてお話しいたします まずじゃあ PWA とはということなんですが Progressive w e の略です新しいウェブ API とプログレッシブエンハンスメントを使用してクロスプラットフォームのウェブアプリケーションにネイティブアプリと同様の使い勝手をもたらす技術ですプログレッシブウェブエンハンスメントとはすべてのユーザーが利用できるよう基本となる機能は古いブラウザでも動作するようにし新しいブラウザについてはより高度な装飾や機能を付加できるように する開発手法です。これについては後ほど詳しくお話しいたします。先ほどの定義に対して、PWA を特徴つける要素を挙げてみました。PWA は Web アプリをベースとして、ネイティブアプリの特徴も併せ持っています。中でも、通常の Web アプリと一線を画す機能である、架線を引いたインストール可能、ネットワーク非依存、進化的、 再現現時可能については詳細に説明を加えていきたいと思います。PWA とは Web アプリをベースにそのリーチ力を生かしながらネイティブアプリのメリットであるさまざまな機能性を付加したものになります。このイメージ図では PWA の機能がネイティブアプリと同等のように描画されていますが、まあ、実際には表現力機能性においてまだまだネイティブアプリの方が優れていると、えー、そんな状態になっています。 それでは次に PWA の歴史についてお話しいたします。現在 PWA と呼ばれているものは2015年、16年にかけて Google で提唱され発表されたものです。しかしながら2007年の初代 iPhone が発表された段階でスティーブ・ジョブズはサファリブラウザを使えば iPhone に入っているアプリと同様の動作をする Web2.0 と AJAX のアプリを作ることができると発言しました。これはまさに現在の PWA に近いものであり 初期の段階でこのようなアプリの開発を進めていく方針だったということがわかります。ただ、結局1年後の2008年には iOS の SDK が公開され、App Store が開始されたことによって、時代はモバイルアプリファーストに突き進んでいくこととなります。でただ一方で2017年、1 8年にはマイクロソフトが積極的にサポートしていくことを決め、同様に2018年、Safari の11からサービスワーカーをサポートすることを Apple が発表し、 徐々に PWA の対応が進んでいます iOS における PWA のサポートについては後ほど説明しますが皆さんもご存知の通り iOS における PWA のサポートは比較的遅いです一方で最初にその概念をスティーブ・ジョブズが提唱していたという話には驚きがあるのではないでしょうかここからは PWA を特徴づけるさまざまな機能についてお話ししていきます ただ、その前に PWA として成立するために必要なものをご紹介します。まあといっても、以下の3つで、HTTPS 接続、サービスワーカー、マニフェストファイルになります。サービスワーカーとは、ブラウザとネットワーク間の仮想プロ機種として働くもので、ででブラウザのメインスレッドをブ,ルブロックすることなく、別スレッドで実行することができるので、これによってバックグラウンドでの処理やダウンロードなどが可能になります。 でマニフェストファイルというのは PWA のアイコンや表示を設定する JSON ファイルになります。まあ、具体的にはこのような感じの JSON ファイルになっていて、まあ、アプリの名前を決めるショートネームやネーム、そしてアイコンズスタート URL やバックグラウンドカラー、あとアプリを全画面で表示するのか、ブラウザ内で表示するのかといったことを決めるディスプレイといったプロパティから成り立っています。それでは次に。 PWA を特徴づける機能の一つでもあるオフラインでの挙動について説明します。PWA ではオフラインでもアプリが起動し必要最低限のものが表示されるようにする必要があります。これを実現するのが AppShell です。AppShell の概念は最小限のユーザーインターフェースをキャッシュしその後オフラインでアクセスしてもその画面を開くことができるというものです。ネットワーク通信がなく ローディングスピナーや空白のページを経由せずに画面を開くことができるので、ユーザーの体感速度も向上します。それでは具体的な行動を見ながら、オフラインでも挙動するアプリの実装方法を確認していきます。例で用いるのは、右の画像のような、えー、ゲームの人気ランキングを表示するアプリです。手順は以下の通りで、HTML から CSS、JS ファイルなどを読み込みます。 メインとなる App.js というファイルでサービスワーカーを登録します。サービスワーカーの詳細については SWJS でファイルのキャッシュやキャッシュからレスポンスを返す実装を行います。まずは HTML のヘッドの一部分です。アイコンや CSS に加えてマニフェストファイル App.js を読み込んでいます。次に、 先ほど読み込ままれた js のファイルを確認しますここではサービスワーカーの登録を行いますサービスワーカーに SWJS のパスを渡して登録を行っていることがこのコードからわかります次に登録を行ったサービスワーカーの SWJS を見ていきます1行目でキャッシュの名前を決めます この名前を変更することでキャッシュのバージョンを更新していくことができます。また、2行目以降のコンテントうキャッシュの配列ではキャッシュするファイルを指定します。html、js、css に加えてフォントファイルだったりアイコンの画像など最初の表示に必要なファイルをキャッシュするようにリストアップしていきます。続いて、swjs のファイルで インストールイベントの際に実際にキャッシュを行う部分です。先ほどリストアップしたコンテンツというキャッシュの配列に含まれているファイルをすべてキャッシュするようになっています。さらにキャッシュを利用する部分の説明です。フェッチイベントというものが発生した際に、まずはキャッシュからレスポンスを返そうとします。この赤で示されている ReturnR の文字がキャッシュの部分になります。 もしキャッシュが存在しなかった場合には、フェッチを行って、ネットワークにリクエストを行い、そのレスポンスをキャッシュ。最終的にユーザーにはそのレスポンスを結果として返すような実装になっています。それでは、PWA を特徴付ける次の機能である、ホーム画面に追加についてお話しいたします。ホーム画面に追加は、その名の通り、他のアプリと同様にホーム画面にアイコンなどを並べることができ、そこからアプリの起動が可能です。 ホーム画面に追加されることで日常的にユーザーの目に触れることでアプリが開かれる頻度が増えるということが期待できますまたスポットライトなどのデバイス検索エンジンにもヒットしますでちなみにこの画像で使っている PWA のアンビエントウィービングっていうものは弊社で進めているプロジェクトスマートテキスタイルっていうもののプロジェクトがあるんですけどその展示会の様子をアーカイブしたサイトになります iOS や iPadOS ではサファリからのみホーム画面に追加が可能です。これはつまり iOS 上の Chrome や Firefox といった他のブラウザからは追加できないということです。追加する唯一の方法はユーザーが能動的に共有ボタンからホーム画面に追加を押した場合です。そのため iOS のユーザーに対してはそのホーム画面に追加する方法の説明を工夫する必要があります。 一方で、その他の OS やブラウザでホーム画面に追加をユーザーに促す方法についてはお話しいたします。ほとんどのブラウザではホーム画面に追加を促すバナーなどが表示されます。右の画像では画面下部にバナーが表示されています。こちらが自動プロモーションと呼ばれ、まあ、もうブラウザにある最も基本的な方法になります。それ以外に、独自のプロモーションも設定が可能です。 上記の自動プロモーションを一旦止めた上でユーザーに最もよいタイミングやシチュエーションでホーム画面に追加を促すという方法もありますこの場合ボタンや固定ヘッダースナックバーなど独自の方法でプロモーションが可能ですまた EC サイトであれば購入後などのコンバージョン後にホーム画面に追加を促すと効果的ですそれでは PWA を特徴づける次の機能である通知プッシュについてお話しいたします これにはノーティフィケ a ション API とプッシュ API の2つが関係してきます。それぞれノーティフィケ a ション API は通知センターに表示するシステム通知を制御するもので、プッシュ API はサーバーからメッセージを受信できるようにします。まずは通知を行うノーティフィケ a ション API についてです。通知を行うにはリクエストパーミッションにより通知の許可をユーザーから 取得する必要があります。もし許可されない場合は通知することができません。許可を得た後に通知のタイトルとオプションを設定してノーティフィケーションを実行します。続いて、ブッシュ API についてです。サービスワーカーの登録の際に合わせてブッシュサーバーの購読を設定します。購読を設定のコメントがある一つ目のブロックでは、サービスワーカーで をを受け取れるような設定を行っていますで。次に2つ目の、購読したことをサーバーに通知というブロックでは、1つ目のブロックから渡される購読の設定が入ったサブスクリプションオブジェクト、下から3行目です、ね、のサブ,サブスクリプションオブジェクトをサーバーに送って、でサーバーにプッシュ対象に含めるように通知します。 サービスワーカーのファイルではプッシュイベントをリッスンし、イベントを受け取ったら通知を実行するように設定を行います。イベントからはメッセージを取得し、それをユーザーに表示、ショーノーティフィケーションでユーザーに表示するようになっています。PWA を特徴づける最後の機能として、プログレッシブエンハンスメントについてお話しします。この概念は 古いブラウザを基準として必要な機能を利用できるようにした上で新しいブラウザでは高度な装飾や機能を利用できるようにしようという2003年に提唱されたデザイン戦略です。PWA の文脈ではさまざまな Web API の利用によって以下のような機能を実装することが可能となっています例えばオフラインでメディアを再生バックグラウンドでのメディアのダウンロード他のアプリとの連携といったものです。 ここまで PWA を特徴づける機能についてお話ししてきましたが冒頭でもお話しした通り PWA として見なされるのは HTTPS 接続サービスワーカーマニフェストファイルが存在する場合です最低限これらが満たされれば PWA と呼ばれますこの基準についてはライトハウスでチェックすることができます右の画像は実際にライトハウスでチェックした様子になります でそこから一歩踏み込んで UX を向上させようとした場合には2つ目の PWA のチェックリストが有用です。PWA に限らず UX を向上させるためのさまざまな着眼点についてまとめられているので結構有用かと思います。次に PWA をさまざまなアプリストアから配信する方法についてです。そのままではウェブアプリのためアプリストアから配信することはできません。 ただ、ネイティブアプリでラップすることで、アプリストアからの配信が可能になります。でまあ、こうすることで、アプリストアを利用するユーザーにリーチすることができます。まず先ほど、PWA の特徴として、リンク可能であるということを挙げました。しかしながら、このリンクは、アプリをブラウザーで開けるということであって、スタンドアローンの状態で PWA を起動することは現在できません。ネイティブアプリとして配信することができれば、ディープリンクによって、ブラウザーではなく、 アプリそのものを起動することが可能になりますネイティブアプリをラップするためのツールも充実していますバブルラップを使用すれば,ば CLI で Android アプリを生成することが可能ですまた PWA ビルダーを利用すれば試験的に利用できる iOS も含めて Android、Windows、Meta の各プラットフォームに対応したアプリを GUI で生成することができます それでは、iOS における PWA のサポートについてお話しいたします。最初にサファリ11.3でサービスワーカーへの対応をはじめ、ホーム画面に追加、検索への表示がサポートされました。サファリ12.1では画面スワイプでの進む、戻るが可能になり、サファリ13.1ではカメラの起動が可能になりました。また15.4ではそれまで不可能であったマニフェストファイル内でのアイコンの設定ができるようになりました。 そして、今年の WWDC で発表があった通り、サファリ16からは Web プッシュがサポートされる予定です。プッシュについては、説明でも取り上げた通り、PWA を構成する重要な要素の一つです。これまでプッシュがサファリでサポートされていなかったことで、PWA の実装をためらっていた開発者にとってもいい弾みがつくのではないでしょうか。えー、最後に、PWA の成果事例について説明した上で、PWA のこれからについて考えていきます。 コストはゼロではありませんが、いくつかの簡単なステップで PWA を導入することができます。そして、コストを上回るビジネス観点での成果が以下になります。日本経済新聞では、PWA を導入したことで、コンバージョンが58%増、ディーリーユーザーが49%増、セッション当たり PV が2倍になりました。Twitter では、PWA を採用したことで、セッション当たりのページ数が65%増、ツイートが75%増、バンス率が20%減、 アプリサイズが97%減となりましたその他にも以下のような成果が挙げられています PWA の導入により実際にビジネス面でさまざまな好影響があることがわかりますここまでの PWA の歴史、特徴とこれまでの成果を踏まえて PWA のこれからについて考察します現状、サファリでのサポート、加速などもあり PWA も盛り上がってきているように感じます もちろん一方で、日本経済新聞やヤフージャパンなどでは、実は PWA が廃止されているといった事例もあって、今後の動向に注視していく必要があると考えています。また、Windows 向けのアプリを配信する Microsoft Store では、PWA を正式にサポートしていることもあり、PWA が増加しているようです。Twitter や Uber、Microsoft Teams、Hulu は、Microsoft Store で PWA を配信しています。一方で、マイナスの事情としては、 日本は PWA が流行る土壌ではないと言われていることが挙げられます。これは日本のユーザーが、ハイエンドデバイスを利用している割合が高く、通信環境も良好で、オフラインになる確率も低いということが挙げられます。最後に現状を踏まえた上で、どういった場合に PWA を利活用する必要があるかについてまとめます。まず、サービスが世界中で利用されるユーザー数の多いアプリの場合は、 ネイティブアプリと PWA を使い分けるのが適切です。これはさまざまな状況、環境で利用される可能性があり、それに応じてネイティブアプリが適切な場合や PWA が適切な場合が存在するためです。具体的にはデバイス性能、例えばメモリに応じてどちらのアプリのインストールを促すのかを変えるなどの工夫が重要になってきます。また、すでにネイティブアプリが存在する場合は、 それを活用すするのが適切かと思います現状では PWA は機能面、UI 面においてネイティブアプリと同等のレベルには達していません。そのためネイティブアプリが存在するならそれに磨きをかけていくことが重要だと考えていますネイティブアプリが存在せずウェブアプリのみを運用している場合には PWA を導入するチャンスかもしれません。その際のきっかけとなるのは UX の向上が必要かどうかです。 紹介さまざまな p w a の機能を活用して UX 向上が期待できますまたプログレッシブエンハンスメントの概念にあるように徐々に機能を拡充させていくことも可能です、まあ、フローチャートは以下のこのようになっています以上で p w a の今とこれからについての発表を終わります皆様が p w a を知るきっかけになれば幸いです最後ですが ZOZONEXT ではさまざまな技術に挑戦しながら新規事業開発に挑戦する仲間を募集しています もし興味を持ってくださった方がいらっしゃれば、えー、こちらの二次元コードの中をご確認ください、えー。発表を聞いてくださり、ありがとうございました。